武田良介君。日本共産党の武田良介です。愛玩動物看護手法について質問をいたします。獣医療の現場について、公務員獣医師の方からも、またあるいは産業動物獣医師、やられている方からもお話を聞いてまいりました。そのことを踏まえて、質問させていただきたいというふうに思います。まず、トンコレラの問題に関わって質問をいたします。現在トンコレラが大問題になっておりますが、この対応に当たられる公務員獣医師の方々、獣医師の偏在も存在する中で、公務員獣医師が足りないという現実があるというふうに思います。で、今回の法案を検討するにあたって、公務員獣医師の現場での獣医療についてはどんな獣医療が求められているのか、体制は十分なのか、あるいは処遇はどうなのか、こういった点で現地の実情をより深くつかむヒアリングや検討はなされたものなんでしょうか。発議者の方に伺います。衆議院、鬼木環境委員長代理。はい。ご承知、ご指摘のとおり、公務員獣医師の現場での獣医療において、その体制の在り方や処遇について、課題があると承知しております。昨今のトンコレラ等、また、家畜伝染病といった、課題もございます中で、公務員獣医師の仕事役割の大切さも認識しているところでございます。そうした中で、私の地元福岡県などでは、独自の俸給表を作って、獣医師の採用を力を入れておりましたり、また、県によりましては県庁入庁の年次ですね、年齢制限の引き上げなどによって、その採用拡大を努めているという状況もされているということでございます。今後必要に応じて検討することになると考えております。以上です。武田君。今後必要に応じて検討ということでありましたが、直接関係ないというふうに思われるのかもしれませんけれども、皆さんもですね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、小動物の分野では一定の獣医師の方がいらっしゃる、動物看護師の方もいらっしゃる一方で、産業動物公務員獣医師の現場ではやっぱり偏在で足りないということが指摘をされ、福岡のような取り組みも私は伺っておりますけれども、そういうことも指摘されている。で、それだけにですね、総合的に本法案を審議する上でも獣医療の全体像、その実態をつかんでいくことが大切ではないかということを考えております。で、私、長野県の担当者の方にお話を伺ってきました。この方はもちろん貿易員であるあられて、獣医師の免許も持たれている方々でありますけれども、トンコレラ発生の際のお話を伺ってまいりました。長野県で発生という事態を受けて、24時間以内の殺処分をしなければならないということで、県職員の方、市町村職員の方、自衛隊の方々などとともに貿易員の方も現地に入ったと。で、24時間以内の殺処分を終えて、貿易員の方が引き上げることになってから、その埋却だとか、汚染物品の処理、消毒という作業を残った県や市町村の職員の方が当たられるということなんですけれども、専門的な知見が十分ないがために、その混乱が生じた、作業が遅れたっていうことをおっしゃっておりました。つまり、その貿易員の方だけではなくて、専門的知見を持った方がもっと現場に必要だということの証左だというふうに思うわけです。そうであるならば、公務員獣医師の現場の実態を踏まえた獣医療全体の体制強化について、もっと議論がなされるべきではないかというふうに考えますけれども、発議者の方、いかがでしょうか。衆議院高木道夫環境委員長代理。お答えいたします。ご指摘のとおり、地方自治体の現場におきまして、公務員獣医師の担う役割は大変大きなものがありまして、その数が不足しているのではないかという指摘があることは承知をしております。そのため県独自で公務員獣医師や産業動物の診療業務に従事する獣医師を志す学生や高校生に対して就学資金を貸与するなど制度を設けている県もあると聞いております。承知しているだけで19件でございます。その課題の、ご指摘の課題の解決に向けまして、今後も議論を深める必要があると考えております。武田君。
今日は農水副大臣にも来ていただきまして、今紹介しました殺処分の際の話だけではなくてですね、捕獲された野生のイノシシがトンコレラに感染していないかどうかということについて、この貿易員の方が仕事に当たられている、こういうお話も聞いてまいりました。イノシシが捕獲されると貿易員の方が岐阜県との県境まで約2時間かけて、2名で現地に行くということでした。非常に大切な仕事なんですけれども、それだけで1日が終わってしまうと。でこれまでの本来の貿易の仕事に加えてトンコレラの対応が入っているので非常に忙しいと。何よりトンコレラの収束について先が見えないことが本当につらいところだということをおっしゃっておりました。今回のこのトンコレラの経験を踏まえて今後さらに、求められてくるこの防疫措置、これをどう行うかということから考えても、やはり獣医療の体制、全体の体制の強化ということを行う必要があるのではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。高取農林水産副大臣。武田委員にお答えをいたします。トンコレラの防疫対策をはじめ、安全で良質な国産畜産物を安定的に国民に供給するためには家畜を健康な状態に保つことが重要であり、委員ご指摘のとおりですね、公務員獣医師を含む産業動物獣医師の果たす役割は大きいものと承知をいたしております。産業動物獣医師につきましては、地域によってはその確保が困難なところがあるという状況であることから、まず産業動物獣医師への就業を志す獣医学生等に就学資金を貸与する地域への支援、それから獣医学生に対する臨床実習への参加の支援、そして中堅獣医師等の能力向上を目的とした臨床研修の実施への支援等の施策を実施しているところでございます。このような施策の実施を通じまして産業動物獣医師の確保を図り、獣医療全体の体制強化に取り組んでまいりたいと考えております。武田君。この獣医療全体の体制を強化していくということは非常に大事だと思うんですね。これまでも口蹄疫だとか鳥インフルエンザだとか重大な疾病感染病などが発生した場合に、この防疫体制に支障を生じかねないということがこれまでも指摘をされてきたところだというふうに思います。今回の愛玩動物看護師の議論と同時に、対極的に獣医療の現場の声や実情をよく捉えて、また獣医師の偏在という課題についても正確につかみながら対応していかなければならないということを強調したいというふうに思います。発議者の方にお伺いをしたいと思うんですけれども、本法案は現在の民間資格である認定動物看護師のうち愛玩動物看護師の道に進む方のみを国家資格化するものであります。認定動物看護師の資格を持ってその産業動物に進む動物看護師の方もいらっしゃる中で、愛玩動物の看護師に限っていくということになれば、愛玩動物看護師に進む方のみが増えるということにはならないのか、その偏在を生むということにはならないのか伺いたいと思います。衆議院小宮山康子環境委員長代理。ご質問ありがとうございます。産業動物については畜産業者等が産業動物等の飼育に関して一定の知識経験等を有していることが多いと考えられ、産業動物等の看護師についての具体的なまた要望は現時点は上がっていないと承知しております。この点においては偏在につながるとは考えておりませんが、委員ご指摘のまた産業動物の看護師に関しても今後必要に応じて検討することなどと承知しております。武田君。今後必要に応じて検討ということでありましたけれども、この産業動物の看護師自身はですね、これまでも求められてきた経過があるわけであります。例えば農水省が2010年8月に出されております獣医療を提供する体制の整備を図るための基本指針で、この中で例えばですね、社会的ニーズの高まりという中で小動物分野、産業動物分野等の獣医療の現場において獣医師による高度かつ多様な診療技術の提供が求められており、このためには獣医師と動物看護職、検査技師、家畜人工受精師、作定師等の獣医療に関わる多分野専門職との連携の必要性が高まっているということも指摘をされておりますし、それから動物愛護法が2012年に改正された際の付帯決議、これも
将来的な国家資格または免許制度の創設に向けた検討を行うことというふうにあるわけであります。この指摘を踏まえた議論がなされていくべきだということを改めて強調したいというふうに思います。でこの愛玩動物看護師というのは先ほどもありましたようにただ獣医師の方を助けるというだけではなくて獣医療が高度化多様化する中でその診療現場でのチーム医療に役割を果たしていく大きな役割があるというふうに思っております。でそれだけに動物看護師全体の処遇の改善も必要なのではないかというふうに思っております。厚労省に最初に確認したいと思うんですが衆議院の議論の中で現在の動物看護師の収入や今後の処遇改善に関わる質問で環境省が答弁している中でですね獣医師の給与については厚生労働省が行っております賃金構造基本統計調査で把握ができると。ただ動物看護師については現在対象となっていないために統計的に把握できていない状況だという答弁がありました。厚労省に確認したいと思うんですが動物看護師というのはこれ厚労省の賃金構造基本統計調査の対象と今度はなってくるのか国家資格化されることによってですねなってくるのかどうかお伺いしたいと思います。厚生労働大臣官房土田政策立案総括審議官。お答え申し上げます。賃金構造基本統計調査におきます、調査対象職種についてでございますけれども、まず統計法に基づきます統計基準であります、日本標準職業分類での取り扱いがどうなっているか、また国民全体の調査でございます国勢調査における取り扱いがどうなっているか、また、当該職種に従事する労働者の、数、ボリューム、そして、当該職種の賃金把握に対するニーズの大きさ、等を勘案いたしまして、適時見直しを行っていくということにしているところでございます。従いまして愛玩動物看護師が国家資格になることをもって直ちにこの調査の対象となるというものではございませんが統計基準でございます日本標準職業分離におきますこの当該特殊の取り扱いにつきまして、注視してまいりたいというふうに考えているところでございます。武田君。国家資格化をもって直ちに、統計で取るわけではないと。で先ほどの答弁紹介した中にもあったように現在でも特に掴んでいるわけではないということなんですね。でつまり、今もわからないしこれからも国家資格化する中で例えば給与がどうなるのかということがわかるわけではないということなんです。で環境省にもお伺いをしたいと思いますが衆議院の答弁の中で処遇の向上に向けてその社会的役割の周知認知度の向上必要な環境整備をとやっていくということを答弁されておりますけれどもこれはその動物看護師の処遇改善だとか賃金の引き上げにつながっていくというふうに捉えていいんでしょうか。原田環境大臣。動物看護師の活躍はですねこれから本当に必要であろうと今回の法律をですね成立を見ましてますますそう認識するところであります。国家資格取得者がですね従事する業務内容勤務実態等については関係団体の協力を得まして、これから必要な情報の積極的把握に努めてまいりたいとこういうふうに考えております。武田君。処遇が改善されるという、 こう明確な答弁があるわけではなかったかというふうに思うんですがなぜ聞くかといえばこういう動物病院で働かれている、動物看護師の方々のですね処遇が必ずしも良くないと低賃金であるということもそういう指摘をする声も私も聞いているからであります。せっかくその獣医療に関わっていきたいという思いを持って、行かれる中でもそのブラック企業のような、ことではいけないというふうに思うわけであります。でこれ実態がわからないということなんですけれども原田大臣にも伺いたいと思いますがまずこの現在の認定動物看護師の処遇について実態を調査していくこれ必要ではないかというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。原田環境大臣。はい先ほど答弁いたしましたんですね今度はいよいよ本格的な具体的内容勤務実態等についてですねさらに
しっかりとした調査を把握しなければ、調査して把握しなければならないと思っています。まあ、当然関係団体のご協力も得なきゃいけませんし、まあ、最終的に、まあ、委員がお話になりましてですね、まあ、その処遇の改善も含めて、まあ、またその業界全体がですね、そういういい方向に過ごすように、まあ、私どもですね、環境省として努力をしたいとこう思っております。武田君。実態の調査を始めていくということで、前向きな答弁いただいたというふうに思います。まあ、本当に重ねてになりますが、強調したいのは愛玩動物の看護師というだけではなくて、獣医療の全体像を本当に捉えてですね、体制を強化していくための議論がなされなければならないということを私は本当に思っておりますし、そういった処遇の改善もなされて、社会的な地位の向上、やっぱりこれが図られていくということが本当に大事だということも強調して質問を終わりたいというふうに思います。